マリウスの軍政改革とは、紀元前一世紀にガイウス・マリウスによって施行されたローマ軍における改革。この改革により軍事だけでなく、ローマ社会でも大幅な変革が起こり、やがては、ローマ社会の派遣的性格、ローマ軍の侵略的傾向を促し、間接的に帝政ローマを創設する土台を作り上げた。マリウス・スーター共和制ローマでは、 ローマ市民権を持つ市民に義務としての兵役が課せられており、以下の基準に従って、各々が兵役についた。この兵士たちを率いて戦争に赴く場合、二人の失政官が日ごとに交代で軍団の葬式を取った。失政官は元老院に属し、必ずしも戦術に長けている人物とは限らなかった。また兵士も市民の義務として、 自発的に従軍する市民兵であったが、やはり必ずしも戦闘に慣れているというわけではなかった。実際、第三次ポエニ戦争前後にローマは、マケドニア王国、ギリシャに派兵し、勝利を得てきたが、戦闘を勝ち抜いた兵士の世代が変わると、今度は、兵の弱体化が目立つようになる。また、ポエニ戦争で領土を拡大したローマは、長引く戦争での農地の荒廃と戦争によって、 獲得した属州からの安価な穀物の流入、征服事業での奴隷を用いた貴族の大土地所有が拡大したことによる中小自作能の没落を招いていた。やむを得ず、3000セステルテウスという資産条件を切り下げてまで徴兵対象を拡大せざるを得ず、これによって兵士の質の低下に拍車がかかった。その状況を危惧したグラックス兄弟は、 中小自作農救済のための改革を行おうと、したが、貴族層の反発により改革は、不徹底に終わる。そんな中、紀元前113年には、グナイウス・パピリウス・カルボが、キンブリ族に敗れた。そして、アフリカのヌミリアを追いぐるたが新たな脅威として、現れてくる。当初、元老院は、クイントス・カエキリウス・メテルスを、失勢官として選び派兵させるが、2年が過ぎても、 決定的な勝利が得られず、元老院の外交、軍事の指導力低下は、誰の目にも明らかとなった。ここで、戦線の長期化を恐れた、メテルスの副官の一人であった、ノースホモ、ガイウス・マリウスが、紀元前108年に除退ローマの失政官選挙に出て、ヨグルタ戦争の早期解決を訴えて、ローマ市民の支持を受けた。こうしてマリウスは、紀元前107年に、 失勢官となったが、メテルスは任された軍隊をもう一人の失勢官、ロンギヌスに任せてしまう。さらにロンギヌスは、ガリアに侵攻した、キンブリ族討伐のために出立する予定を立てたため、マリウスには率いる兵力が全く足りなくなり、騎兵は特に皆無の状況であった。マリウスは、この目前の危機を解決するために、口述のような内容の軍政改革に着手する。 マリウスの力によってユグルタは敗走したが、彼を捕らえて戦争終結をもたらした真の功労者は、マリウスの副官リキウス・コルネリウス・スルナであった。紀元前104年にマリウスは生け取りにしたユグルタを、引き連れて花々しく、ローマに外旋し、ローマでの人気を大いに高めた。同年、マリウスは二度目の失勢官に選出された。改革するに至ってマリウスは、 今まで自前で武具を賄えない、貧民階級に注目する。そして、以下のことを取り決めた。国が武具を支給する。戦闘に従事する者の給料も国が支給する。従軍期間を25年とする。退役後、兵士たちに土地を与える。また司令官より年金を給付される。従来からの司令官が、指揮可能な軍の制限を撤廃する。そして石品にあえぐものの中で、 社会的な成功にわずかな望みをかけて大量の人員がマリウスのもとに走った。実際のところはマリウスの言った改革は単純なもので兵士への給料は従来においても働き手を兵士に取られた農家への損失補填として行われており改革の前後でその金額は変わっていない。端的に言えば徴兵制を主眼制に変えただけのことである。しかしながら この単純な改革によって、困窮した農民は、兵役から解放され、無産者たちは職を得ることになった。またこれにより、ローマ軍は、今までの市民からなる軍隊から、職業兵士で構成された、盛況な軍団へと変貌を遂げる。再現イベントにおける、第三軍団キュレナイカの軍団兵次に、軍政の改革に着手する。今までの軍の内部組織は、 以下の通りにした。そしてケントリアの定員を80人と定め、指揮者としてのケントリオの地位を向上させた。また十分割された8人のコントベルニウムは一つのテントを共同で使うものとした。このケントリアを共に行動し、戦闘、共同生活を行う者たちとして独立した戦闘部隊の核として作り上げた。また、皇軍に際して兵士は、 各自の荷物を運ぶことが前提となり、訓練では全ての重量を持った長距離の更新が重要視された。兵坦の軽減化により、ローマ軍の機動力が増すこととなった。まず、志願兵制度の前説の項目1と2により、兵装が支給されたことにより、軍隊の企画化が進み、また自らの職業を持つパートタイムによるアマチュアの市民兵から、 規律を重んじ過酷な訓練にも耐えうるプロフェッショナルの戦闘集団となった。3により長期間の共同生活を行うことで軍団内の結束が強まった。戦術面でも長期間の戦線で敵との対峙も可能、長期的な展望をもっての作戦の展開が可能となった。これにより再びローマ外部から侵略してくる蛮族を食い止めることができた。 4、で支給された土地は主に、ローマ軍が戦争を行い、占領した土地であることが多かったので、ローマの属州における影響力が徐々に強化されていった。また5、により司令官の軍事力の制限がなくなり、しばしば元老院の権威を圧迫するようになる。また、これらによって、軍団の支配下が急速に進行していった。ザマの戦い。 コーネラスコート1567マリウスの軍政改革は後のローマ社会に多大な影響を与えた。単なる場あたり的な改革にとどまらず、困窮した中小農民を兵役から解放すると同時に無産者を兵士として雇うことにより救済する一石二鳥の効果をもたらした。そして生活面の不安が解消されたことに加えて兵役に志願することで、 ローマ市民としての誇りも取り戻すことができた。先に、グラックス兄弟の改革の頓座によって果たせなかったことが、マリウスの軍政改革によって見事に果たせたことになる。しかし、共同生活、訓練、戦闘を通じて築き上げられた軍団の結束力は、ローマ軍を世俗社会から隔離した存在とさせていく。すなわち兵士にとって、生まれ故郷の選挙区よりも、 軍団との結びつきの方が強固となり、民会よりも、軍団の司令官との結びつきが強くなっていった。また司令官も、そのような兵士たちの要望に応えるように戦地では、大胆な侵略を試みるようになる。また、これまで一定以上の財産を持っていた中、正直作能から徴兵された兵士たちは、自らの財産を守るためにも戦ってきたのであるが、それらを、 平役から解放した結果、そのような祖国防衛的なローマ軍の性格が薄らぐことになった。結果として、第二次ポエに戦争以降ローマ主の名のもとで対外的に強硬な姿勢が強くなりつつあったローマ軍がさらに攻撃的にならざるを得ない決定的な要因を作った。同盟諸都市との関係も変化を見せることになる。 ローマ市民権を持つ者が中心となる改革前のローマ軍では戦争ではローマ市民の貢献が大きいことが前提であった。同盟諸都市も軍の教室などの義務を負っていたが最も犠牲の出る中核部隊をローマ市民の軍団が受け持っていた。これは完全なローマ市民権を持たない同盟諸都市にとって大分の負担と考えられてきたがマリウスの改革の結果 軍団の中で市民権を持つ者と持たない者が同等の犠牲を払う仕組みとなって、ローマ市民権が一種の特権だと感じる同盟、諸都市民が多くなっていく。ローマ市民は志願平成に変更されていたのに対し、内政不干渉、実地の名のもとに、ローマのこの制度改革は同盟諸都市には適用されず、兵力の教室が義務付けられていたままであったからである。 ローマでは、イタリア半島内の古くからの同盟諸都市に、完全なローマ市民権を与えるかどうかは、農地改革同様長年の政治課題となっており、マリウスの改革はその問題のバランスを崩すこととなった。このことは、後に同盟市戦争と呼ばれる、同盟諸都市の反乱を引き起こす一つの要因ともなっていった。キンブリの敗北、アレクサンドル、ガブリエルディキャンプス、 19世紀実際はマリウスの紙幣と化していたものの、名目上はローマ出身者の多くが選挙権のあるローマ市民兵であった軍団の兵士たちは、やがて軍団司令官の政治的な対等も促してゆく。マリウスはヨグルタ戦争での勝利やキンブリテイウトニ戦争での戦果によって市民の支持を集め、紀元前101年まで毎年出生官に選ばれた。 紀元前102年、101年にゲルマン人がローマへの侵入を企てた時、マリウスは自らが育て上げた軍勢によってこれを打ち破ったからである。かつてローマ軍に多大な損害を与えた二つの部族をマリウスはごくわずかな損害によって根絶した。こうしてこの改革は軍団の圧倒的支持を背景に、 本来政治的な技能には長けていないマリウスを政治的に対等させる結果となった。この傾向はマリウスよりも政治能力の高い人物に受け継がれ、マリウスの副官であったスッラ、スッラの副官であったグナイウス・ポンペイウス及びマルクス・リキニウス・クラッスス、マリウスの義理の甥で、スッラの性的であったガイウス・ユリウス・カイサルがそれぞれ元老院の名のもとに、 イタリア半島外地での派遣を伸ばしてゆく。そして、軍事権力を持つ者同士がアイハム内乱の一世紀へと続いていったのである。ありがとうございます。